保育士さん、ありがとう。保育士さん、ありがとう。保育士さん、ありがとう。昨日の記者会見、園長が出てきてゴーゴー泣いてたけど、あれは幼稚園が加害者を認めたような発言に勘違いされたということで非難ゴーゴー出てるそうだ。あれは園長をはじめ先生がもう私たちはこれで何をすればいいよ、もうこいつできないわと精一杯詰まってもうどうにもならなくて社会見をやったということで聞いてる。そこまで幼稚園側は追い詰められてるんだ。よくその辺を誤解しないようにな、誤解しないように考えてやってくれ。あれはそれでな、ものすごい副校長は悲しんでる。まあ我々から見れば当たり前だと、ご家族ご両親から見たら何をふざけたこと言ってるんだと。保育士さん、ありがとう。保育士さん、ありがとう。保育士さん、ありがとう。幼稚園側のパニックでどうしようもない状態になったんだ。昨日は分かってやれ、子供たちが13人15人6人かまとめて引かれる。あるわけねえな、こんなことが。車道も歩道もしっかりした道なのに、なんでこんなことが起こるかということ自体がおかしいだろう。おかしくねえか、これ。ありがとう。保育士さん、ありがとう。保育士さん、ありがとう。最後までな、子供たちを守ってくれて本当にありがとう。せっかく守ってくれたのに、守っていただいたのに、これ以上守れなかった我々は悲しい。どうして我々は看護師さんのように守ってやれなかったんだ。なんでなんだ。もっと強い愛情で守ってやらなければいけなかったんじゃないのか。おお、ありがとう。保育士さん、ありがとう。保育士さん、ありがとう。亡くなった子はかわいそうで、かわいそうで。
何回かわいそう言っても、かわいそうです。ご愁傷様だ。